メガバスのものづくりは単に魚が釣れるだけではなく、釣れた時の楽しさも追求しています。感動を世界に与え続けるという理念をもとに、全世界のアングラーに感動を届けるものづくりをしたいと思います。自然が答えを持ってるんですね。で、彼らは僕たちに言葉を使って答えを教えてくれるっていうことはないんですよね。なので僕たちがテストでできることっていうのは、たとえ倒れそうな真夏の暑い日でも、凍えそうな冬の寒い中でも、1分でも1秒でも多く魚であったり自然にテストとして答えを聞いていくっていうことしかできないと思ってます。こちらがルアー生産の初めての工程になります。悪いものから良いもの、これは決して生まれませんので、ここでの工程、品質というものは非常に大切にしています。良いものを次の工程バトンタッチしていくということを、頭に置いて作業しています。何色も重ね合わせて作り出すカラーリングや、切りの置き方で生み出す顔つき、目つき、エラ等へのこだわりも特徴の一つです。こうした感じでメガバスのルアーは美しい塗装を実現しています。日本にはやっぱり古来からの釣り文化っていうのがあって、やはり日本でそれは育まれた独自の文化だと思うんですよね。で、僕たちのやっぱりルアーフィッシングっていうのも、やはり日本人である私たちが作ってる以上、日本のそうした今まで培ってきた文化っていうものをきちんとその反映させた、あるいは投影させたようなルアー作り、道具作りっていうのをしなきゃいけないっていう、それが一つのメガバスのコンセプトになってますね。それをもって世界の人たちに、私たち日本人の、自然に対する、思いだとか、魚を取るための本気の気持ちっていうのを投影させて、世界の人たちにこの浜松から発信していく、それが、僕の考えるメガバス流のジャパンプライドですね。